ブレイクタイム。こんにちは、ロクセルボルです。今日はこちら、ランダムブースターボリューム6です。久しぶりのベイブレードバーストなんですけど、まあ、最近はちょっとね、ベイブレードバーストに飽きてたんですけど、またまた、はい、ハマり出したので買ってみました。まあ、トイザラスで買ったんですけど、まあね、今回僕が欲しいものっていうのは別に決まってなくて、全て出ていいんだけど、まあ、一応レアを狙いつつの、まあどれか狙っていきましょう、まあ、狙う開けていきましょう。なんかね、僕がね欲しいって思ってたベイブレードがあったんですけど、それがね、もう大体全部このランブに入ってて、これを買ってきました。じゃあ開けましょうかね。よいしょと、はい、いつものやつ。あれ、なんかベイコードが変だよ。なにこれ、真っ白なんだけど。え、なにこれ、え、ひどっ。いつもだったらパスワードが、なんか QR コードがあるはずなの。ひどい。あ、こっちに入ってるのか。あ、もう分かっちゃったね。というわけで、今回出たのはビーストヘビーモスですね。どれだ、あ、これですね。これ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 、じゃあこれだ。緑色のビーストヘビーモス出ました。はい、まあ、ビーストヘビーモスはね、確かあれですね、なんだっけ、なんだ、なんか改造セットみたいに入ってて、それが欲しかったんですよ。よかった。なんか微妙なやつやったら、まあ、もう本当にわーってなったんですけど、あ、そっか、今回ビーストヘビーモスも、なんだっけ、ディスクにつける、なんかわいいのが。はい、じゃあ開きました。あれ、はい、まあ、早速レイヤーから見ていきましょうか。はいはい、というわけでビーストヘビー、うわ、かっこよ、かっこいいですね。緑色のヘビーもなかなかいいですね。で、ここの B っていう字かな、 B だね、ゴボって出てます。はい、で、ロックの高さはこんな感じ。分かりづらくね。ああ、分かる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 。で、ディスクが今回なんだ、4CW、 あ、4CW、 紙レイヤーシリーズのやつで、ライティングラグナルクのやつだっけかな、確か。それのと同じかな、ディスクは。で、この、これはなんだ、クロスですね。4クロスで、だから 4C なんですね。じゃあちょっとはめてみましょうか。どんな感じでしょう。はい、つけました。緑に緑は絶対いいでしょう。いやー、これはドライバーもあっていきましょう。ドライバーはウェイトですね。ウェイトは確か、ジリオンゼウスのやつかな。はい、そうですね、ウェイト茶色です。茶色になんか森林みたいな、木みたいになりそうですね。じゃあシールを貼って組み立てましょう。シールを貼ってみました。で、僕はちなみに、ね、ドライバーに貼るこのウェイトは貼らない派です。はい、でですね、今気づいたんですけど、ドライバーのね、ウェイト、わかるかな、若干ね、ラメってるんですよね。ラメラメ。わかりづらいなぁ。一応、ラメってる。ラメってる、ラメってる。はい。は、その話はいいっすね。組み立てましょう。はい。おー、いいっすね。おー。あ、ほんとに、なんか木みたいじゃない、ほんと。からこう葉っぱがあり、ね、こんな感じです。いいっすね、なんかゴブリンみたいな、そんな感じ。早速回してみましょう。メタファイロセすいません、いまだにメタファイロセたちゃんだね。はい、で、今回はこちらのソードランチャー使っていきます。はい、それじゃあ早速回してみましょう。どんな動きをするのかな、いきます。3
ツー、ワン、ゴーステップ。あ、静かですね。回ってる感じは割と綺麗だね。周りが若干ピンクがかってて、で、中に緑、セロって感じですね。はい、早速、一応スタンダードと選んで、普通のバルキリーのウィングアクセルを早速回してみましょう。じゃあ、ベヒーボスから回していきましょう。それじゃあ行きます。 3、2、1、ゴーシュゴーシュ。同時バースト。それでは気を取り直してもう一回いきましょう。はい、それではいきます。3、2、1、ゴーシュゴーシュ。おー、バーストしてから外に行ったのでベヒーモツな勝ち。最後に1回回してみましょう。3、2、1、ゴーシュゴーシュ。おー、またバーストして外に出ましたね。はい、まあ回してみたんですけれども、やっぱりこのね、5枚のこの歯がですね、しっかりと相手を逃がして、まあそれでバーストができるって感じですね。僕は3回やった結果、3回ともバーストしました。まあベヒーモス すごいですね。レイヤーだけじゃなくて、このディスクとドライバーも結構良かったです。で、このね、なんだ、ディスクにくっついてるね、これのね、名前が思い出せない。僕ね、紙レイヤーシリーズを買ってないんで全く思い出せないですけど、なんだっけ、まあ、コメントで教えてもらえたら嬉しいです。すいませんね、なんか、まあ、今回はですね、ランダムブースターボリューム6は開けた結果、こちらのビーストヘビーモス 4CW が出ました。まあ皆さんもね、他にも紙レイヤーシリーズのこちら小紫脇屋のモデルのトルネードアイバン 4G80 が入ってるので、ラインナップされてるので、ぜひ買ってみてください。まあね、全8種類のうち1つレアが紙レイヤーシリーズっていうのがちょっといつもとは違うなとは思いました。皆さんも今回のラインナップどうでしたか？僕は結構いいと思いました。というわけで次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。